昨夜の荒川は舞台から降りた役者みたいに穏やかな顔だった。それもそうだろう。近江連合の解散を成し遂げ、お前との再会を果たしたんだ。実にうまそうに北京ダッグを平らげていたよ。俺がそんなに好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ、50年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺された。それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時強引にでも俺が送り届ければ荒川が殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか。間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰が親さんを。春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしい。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いかもな。新しい組織の連中がおやさんを。そしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば、今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない。青木亮だ。じゃあ大家さんの殺しは若の指示。青木の意思が関わっていると見て間違いないだろう。そして荒川亡き今、青木の直令を受ける人間は限られておる。荒川の仇を取るがいい。必要であれば青龍会から兵隊も貸してやる。俺に銃は必要ありません。仇を撃つ気はないと。いえ、おやさんは若の弾を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする。おやさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく、力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため、おやさんが辛抱し続けた日々に報いるには人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、あの世のおやさんに顔向けできねえ。だから俺、
若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか、お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。しかし、どうやって青木と会うつもりだ。都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだぞ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。なるほど、すでに策はあるということか。しかし青木に近づく以上危険は避けられん。青龍会の兵隊を連れて行くがいい。もしもの時は骨は拾ってやる。会長の申し出はありがたいんですが、遠慮させていただきます。俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。待っててくれたのか。どうだった。悪いな、俺一人最高級のコースをご馳走になっちまったぜ。ずいぶん元気になったじゃねえか。いつまでもメソメソしてたらあの世のおやっさんに怒られちまうからな。それよりも今から久米に会いに行こうぜ。久米に？なんでまた？若に引き合わせてもらうためさ。久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。若ともつながってるだろ。それは間違いねえが、俺は若の野望を絶対に止めてみせる。それが何よりのおやっさんへの弔いになるはずさ。なるほどな。だけど久米が素直に青木と引き合わせてくれるか。ま、多少手荒な方法でお願いすることになるだろうけどな。よし、そういうことなら今から久米ちゃんを探しに行こうぜ。探す必要はありませんよ。今日は公示日です。公示日？衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。今日から選挙戦が始まるんです。詳しいな。今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからね。で、久米の居場所ってのは？公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます。神奈川2区の場合は伊勢崎ロードのゲート下です。伊勢崎ロードか。今から行ってみようぜ。ありがとうございました。
ってやるぞ。誰に当たるかな。さあどうするかね。行くぞ。絶対負けない。俺の番ね。俺の番だな。見せてやるよ。よし、見てなさい。こんにちは。新しい資格にチャレンジできるようになりましたよ。こちらの資格、頑張ってくださいね。受験しますか。こちらの資格、まもなく試験開始です。できるようになりましたよ。こちらの頑張ってくださいね。
よっしゃー、おーせーの、よっしゃーぜー、わっしょい。こんにちは。どの資格を受験しますか？こちらの、まもなく試験開始です。こんにちは。どの資格を受験しますか？こっち頑張ってくださいね。こんにちは。どの資格を受験しますか？こちら、まもなく試験開始です。なあ。はい。
わかりました。またご縁があればよろしくお願いします。はい、それでは。また今後の活躍をお祈りされてしまった。これで面接落ちたの何社目だよ。よ、イカリ。え？カスガ君、もしかして今の聞いていたのかい？今のって面接落ちたの何社目だよとか言ってたやつか？めちゃめちゃしっかり聞いてるじゃないか。困ったな。このままでは僕の完璧超人エリートオブエリートなイメージが崩れてしまう懸念がある。そもそもそんなイメージ持ってねえって。あれ、春日さんに怒りさん仲良く何を話してるんですか？おお、今怒りが落ち込んでたから励まそうと。春日くん、ビークワイエット、シャーラッ。なんでもないんです、宮越さん。なんでもないから、マジで本当に本当に真面目に何もないので。え、ああ、さて春日くん、そろそろ行こうかね。僕たちお茶する予定だったもんね。え、おい、さあ行くよ春日くん。レディステディーゴー。ん、なあ、うん、いや、いや、くそ。
よし。おいじゃ。うっ。うっ。もう終わりか、エリートさんよ。すまねえ、イカリ。俺、頭のいいお前に嫉妬してたんだ。な、許してくれよ。そうだ。お前、まだうちの会社来たいんだろ。俺が本当に人事に掛け合ってやるからさ。な。君みたいなクズを雇ってるような見る目がない会社、どうせすぐ潰れるよ。こっちから願い下げだ。イカリ。くそ。逃げるぞ。おい。いいフレーズだったからね、使わせてもらったよ。ありがとう、春日君、助けてくれて。いつも俺を助けてくれてるじゃねえか。それにダチを助けるなんて当たり前だろ。君は最初はただのアホだと思っていたけれど、本当に素晴らしい人材だね。僕が社長なら君みたいな人間を採用したいよ。これはお礼の印だ。受け取っておいてくれ。これからどうするんだ、イカリ。地道に就職活動と資格取得を続けるよ。僕は不器用だし、社会に馴染めないタイプの人間かもしれないけど、諦めたらおしまいだからね。僕は99社落ちたけど、山ほど資格を取ってきたんだ。次に受ける100社目の会社は受かるかもしれない。僕が僕を信じないとダメだよね。いいこと言うじゃねえか。その通りだよ。おめえはすげえんだ。自信持っていけ。で、その100社目の会社ってのはどんな会社なんだい？一番ホールディングス株式会社とか言ってたかな。え？僕も最近まで知らなかったんだけどね。地元密着でこの町のことをよく考えてる会社らしく。いや、その、あの、あ、君も一緒に受けるかい？確かに春日君は貧乏そうだし、働いてもなさそうなイメージだもんね。紹介しようか。それ俺の会社は？社長は俺なんだけど。あ、今までの無礼をお許しください、社長様！おい、やめてくれって。何卒私を。靴を舐めましょうか。そうだ、靴を舐めましょう。普通にしてくれって。ったく、そんなことやってるから落ちるんだぞ、お前は。おう。
来たか。ありがとうよ。それやめてくれよ。普通に今まで通り接してくれって。ん？さようですか。ではお言葉に甘えて。やあ春日君。お前まだここに通うのか。ああ、資格取得は就活のためだけじゃない、自分を磨くためのものだからね。ライフワークだし、就活がどうなろうと辞めるつもりはないよ。それに愛する人もいるしね。ん？碇さん何か言いましたか？いや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 、ノープロブレム、ノーコメント、ノースピーキング。それに僕がここにいた方が春日君も便利だろ。資格のことについて聞けなくなったら困るだろうし。おう、助かるぜ。じゃあこれからもサポートよろしくな。言われなくてもそうするさ。ダチを助けるのは当たり前だろ。おう。見てなさい。
るんだな。おい、大丈夫か、おっさん。いって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 。仕事中なんだが、どうやら最近腱鞘炎みたいで、カズトリキを押すたび激痛が。おおいおい、無理すんなよ。そんなに痛いんなら休んだ方がいいんじゃねえのか。バイトを雇ったんだが、ドタキャンされてしまってね。休むわけにもいかないんだ。おおおいおい、相当ヤバそうじゃねえか。あれだったら救急車呼ぶか。いや、カズトリキさえ押さなければ何ともないから、それは結構だ。しかし代わりのバイトもなかなか見つからないし、近頃の若者は交通量調査のような地味なアルバイトやりたがらないからな。交通量調査、なんだそれ。何、君は交通量調査を知らないのかね。聞いたこともねえな。調査っていうからには難しいのか。何、簡単さ。交通量調査はね、道行く人や横切る車を数える仕事なんだ。へえ。で、どうやって数えるんだ。交差点の脇に座って、そこを通るものをこれでカウントするんだよ。どういうことだ。例えば車を数えるとするだろう。いったい。おい、大丈夫かよ。あ、なんとか。こんな感じで車が通ったらカチッとこれを一回押すんだよ。わかったかい。おう、要は何かが通ったらそれを押せばいいんだな。その通り、バッチリじゃないか。じゃあルールが分かったところで、早速交通量調査をやってみよう。おいおい、ルールは覚えたけどよ、まだやるなんて一言も言ってねえぞ。そんな、カウントしたくて仕方ないのに、痛みのせいでできない哀れな私の前でそんなことを言うのかい。頼むよ、生かしたパーマ君。痛みが増してきた。座りながらできるし、時給も高いよ。仕方ね、やってみるか。本当かい。いやー、助かるよ。君、名前は。春日一番だ。春日君か、いい名前だね。私は未知の調べ。この辺で30年間道路交通量調査をやってきたんだ。30年。そいつは相当なベテランだな。まあね、カウントさせたら右に出る者はいない、ミスター交通量調査と同僚たちから呼ばれているよ。おっさん、そんなにすげえのか。今となってはこんな手だけどね。でもそんなにひどい腱鞘炎になるってことは、交通量調査ってのは実はかなり力がいるのか。いや、力がいる仕事ではないよ。ただこの辺は交通量が多くてね、せわしなくカチカチしなくちゃならないんだよ。でも春日君は見たところ、私より丈夫そうだから体の心配はいらないと思うよ。へえ。じゃあとにかくひたすらカウントすればいいってことか。ああ、そうさ。この数取り機をひたすら押す地道な作業が、道路の計画や建設に役立つんだ。たまに座ってカチカチやってるやつらは、そのための交通量調査員だったってわけだな。そうとも。あれは車の種類やどんな人が通ったかをカウントしているんだよ。調査員が集めたデータをいろんな企業や団体が利用して、町がどんどん発展していくんだ。へえ、初めて知ったぜ。では早速練習してもらおうと思うんだが、準備はいいかね。ああ、いつでもいいぜ。頼もしいね。じゃあ練習を始めるよ。初めはお手並み拝見ということで、
15秒間で男性が何人通り過ぎたか数えてもらおうかな。通り過ぎる男の数か。やってみるぜ。おお。なるほど。ありがとう。ほど。ありがとう。
ありがとう春日君、完璧だね。それじゃあ今日の謝礼だよ。それにしてもずいぶん賑やかで指が疲れたぜ。この辺りは昔からいろんな人が行き交うからね、数えるのは大変だがなかなか面白いだろう。だから私はここの交通量調査が好きなんだ。今までは気にしたことなかったけど、よく見ると面白い街だよな。それにしても春日君、驚いたよ。まさかこんなに早く成長するとは。ミスター交通量調査の教え方がうまかったんじゃねえか。ありがたいね。どうやら私の目は確かだったようだ。春日君がいれば安心して引退できるな。何言ってんだよ道野のおっさん、まだまだ現役だろ。それがね、私の腕はただの腱鞘炎じゃないようなんだ。え、どういうことだよ。痛みと腫れだけじゃなくてね、しびれも取れなくて、もう数取り機を使うのはやめろとお医者さんから止められてしまったんだ。そんな。何、心配はいらないよ。これからは現場リーダーとして下の世代に仕事を教えていきたいんだ。春日君、交通量調査をやってみてどう思ったかね。え、そりゃまあ地味なのに意外と難しくて、気づいたらムキになっちまってたかな。そうだろう。地味で地道な仕事なんだよ。でも毎日こうやって数取り機を押すことで少しずつ景観が変わっていくのを見ると胸が熱くなるんだ。だからこれからは自分が楽しんだ分、後継者にこの面白みを伝えられたらいいなと思ってるんだよ。じゃあ俺がその第一号ってわけか。そういうことになるね。私が困っている時に助けてくれて春日君には本当に感謝してるよ。こっちこそいいバイトさせてもらったぜ。後継者って言われるには荷が重すぎるけどよ。そうだ春日君、これを。それは私の意志を継ぐ者に渡そうと思っていた私のお古なんだ。意志を継ぐ？何？重く捉えなくてもいいさ。春日君は生徒第一号ってことで、その記念品だよ。そうなのか。じゃあ遠慮なく受け取っとくぜ。もし私が若者の監修ができなくなったら、その時は仕事を引き継いでもらうかもしれないけどね。え、おっと、急用を思い出した。おい待てよおっさん、この仕事を継ぐ気はねえぞ。うん、なんだって。それじゃバイビー。行っちまった。ったく、なんだってんだよ。だが交通量調査員、なかなか深い仕事だぜ。こういう地味な仕事がこの町を支えてるのかもな。
いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。法律を守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった輩が高笑いをする。日本はいつからこんな国になってしまったんだ。正直者がバカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこのクメに託してください。まあ言ってることは間違っちゃいねえんだよな。クメは本気でブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。裏の悪事も知らずにか。そう考えるとある意味ではクメも青木に利用された哀れな被害者かもしれねえな。同情してる場合ではないですよ。よし急ぐ。おいちょっと通してくれねえか。頼むよ。ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。え、なあ、すまない。けどどうしても。は？あんたどこかで。こいつだけじゃなく、周りもみんな近江だぜ。飛んで火にいる夏の虫や。この間の借りはきっちり返したるで。やってもやってやるで。私の番ね。やってやるぞ。もうちょい。おれおれ。やるしかない。やってみろ。よし、行くぞ。よっしゃ、行く。俺のものか。よし、やるぞ。強くなった気がするぜ。一つ上の男。またいい女になっちゃった。邪魔するつもりやったんやろうが、残念やったな。久米の演説は一回じゃねえだろう。この後いつどこでいつやる、全部言え。そんなもんホームページで全部書いとるわい。せやけどお前ら、クメに近づくことは一歩たりともできへんで。どういう意味だい。クメを当選させることは都知事の勅令や。その障害となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。見てみ。わしにも把握しきれんほど近江組員が偉人町に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ。常に青木の方が行って先を読んでるってことか。おっしゃる通り。確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。
さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。地方自治は学生の遊びだということですか？いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのが神室町参詣作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。参詣作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東城会が壊滅したからって神室町からヤクザが消えたわけじゃないでしょう。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか？先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った参詣作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの？危険を伴った作戦？果たしてそうでしょうか。今回解散を主導したと言われる幹部の一人、荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが参詣作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。今回の総選挙、民事党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば民事党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力をもってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。荒川の島で選挙に利用しやがって、てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。ああ、前から信じちゃいねえが、政治家ってのが一層信じられなくなるな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけど、どうする？ああ、さっきの様子じゃ、久米には指一本触れられねえし。苦戦しているようだな。会長、お前が言ってたルートってのは久米を脅して青木を呼び出そうってことか？ご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれていて。会長はどうしてここに？さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。え？で、会長、俺に渡し忘れたものって一体？俺に頼み事をしてた件だよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事？は？立候補者？久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろう？見つかったんですか？青木に勝てる立候補者。四方八方手を尽くして探したんだがな。いなかったか。でもいいアイデアを持ってきたぜ。え？アイデアって何です？春日、お前が出馬しろ。はぁ？もう少し早く思いつきゃよかったんだが。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか？俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。だろうな。久米に勝てないどころか
供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。捨てていいんだよ。はぁ、あ、それでクメを捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ。クメを捕まえるチャンス。立候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ。当然対立候補と出くわすこともある。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ。見たことあるだろう。接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すればクメと接触できる。クメに比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。一方でクメは当選確実と言われている。その状況でもしお前が握手を求めた時、クメはお前を無視ができねえ。どうしてです？当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。やらんってのは怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこでクメは嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさ。お前の計画は選挙でクメを打ち負かすことだった。でも今のお前が望むことはクメとの接触だろ。違うか？ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。マジかよ。でも法律的には問題ない。合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ？やばいわよ、すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこっすか？馬車街道にある西浜ビルの中で。あざっす。いらっしゃい。ありがとう。
が張るぜ。おっと、ダメよ。もう。
お、ありがとうございます。それでは。ありがとうよ。どうも。どうも。ハン純義、ちょうどよかった春日さん。お知らせしておきたいことが。ん？以前私を嗅ぎ回る連中が偉人町に来てるとお話ししましたね。コミジルの方でその正体や動向を追っていると。ああ、そういやそうだったな。何か動きでもあったのか。ええ、偉人町から連中の気配が消えたんです。このところコミジュルの網にも引っかかりません。それにしちゃ神妙な顔してるじゃねえか。全く察しがいい人ですね。で、あんたの見立てはどうなんだい。不審者は町から出て行った可能性もあります。ですが私は彼らが標的のロックオンに入った可能性を推します。標的のロックオン？つまり敵はすでに私の所在を正確につかみ、襲撃の機会をうかがっているのではないかと。へえ。だとすれば相手はなかなかの手だれです。コミジュルの目をかいくぐって動けるほどのね。それってヤバいんじゃねえかあんた。ええ、私のそばにいるあなた方もですがね。いつ巻き込まれてもおかしくありません。なるほどな。でもそいつは俺らがおとなしく待ってた場合の話だよな。え？手貸すぜ、水くせ。俺らでその侵入者ってのを探そうじゃねえか。こういう時は先手必勝だろ。調べはコミジルの方で進めています。それでも見つからない相手です。
我々で探すのは難しいでしょう。連中はやっぱり人言派の残党なのか。あんた前にそうじゃねえかっつってたよな。死んだボスの名を語ってることで狙われてんじゃねえかって。ねえ、それを否定する根拠は今もありません。ならやっぱハン・ジュンギをやめてキム・ヨンスに戻るってのはどうなんだ。何かそうできねえ事情でもあんのか。よかったら言ってみろよ。できない事情なんてありません。私自身がハン・ジュンギであり続けたいだけです。昔仲間だった奴らに命を狙われてでも。私は人言派のいざこざに春日さんたちを巻き込みたくはありません。しかしご迷惑をかけますが、それはもう手遅れというものでしょう。ですから皆さんはいつ何者かに襲われてもおかしくないと油断せずにいてください。妙なことを言いやがる。え、偉人町や近江の奴らとも実績のある俺らだぜ。今さら油断したくたってできやしねえ。追加で人言派の残党が来たとこで俺らの気構えは何にも変わりやしねえってことだ。なるほど。どうやら私は思った以上にタフなパーティーへ加わっていたようです。頼もしい仲間と一緒にいるわけですね。これなら気兼ねなく迷惑をかけることもできそうだ。どうする、絆が深まったとこで乾杯するかい。いいえ、そこまで慣れ合いはしません。ハン・ジュンギのイメージじゃありませんからね。そんなにお高く止まってるとそのうち仲間外れにしちまうぞ。よう春日君、先に一杯やらせてもらってるよ。そうかい、ご機嫌で何よりだ。蝶なら俺も少しやってくかな。一緒にいいか。望むところだよ。ちょうど一人で飲むのに飽きてたとこ。ここんとこハンピン・リューマンの連中はどうしてんだ。誰もおめんとこに出入りしてねえのか。そんなことないけど、まあ真淵についてた連中はさすがに遠慮してこないね。そりゃそうだろうな。裏切ってクーデターに加勢してた奴らってことだろう。連中が総帥より真淵についた理由ってのはお前も気になるんじゃねえの。別に。けど真淵は部下にしてみれば分かりやすいリーダーであったろうとは思うよ。分かりやすいって何が。真淵の欲しがってるもの、金と力を満たしてくれる部下を真淵は必ず評価する。掟を守らないとか暴力が過ぎるとかそんなのお構いなしにどんどんやれるやつをね。喧嘩の腕と度胸さえあれやバカでも上に引き上げられるってか。たとえ他の仲間を蹴落としたりしてもだよ、真淵にさえ忠誠を誓っていれば。むちゃくちゃだな。けどいつだったか真淵はああ見えてインテリだって聞いたぜ。ああ、あいつは何カ国語も喋れたし数字に強くて暴力にもためらいがない。裏社会で言うと逸材だよね。もし登場会にいたら当然春日君より出世してたでしょ。歴史にたらればはねえんだ。俺は無所の中で生きるのが運命だったんだよ。そうだね、すまなかった。今のは俺の失言だったよ春日君。そんなつもりで言ったんじゃねえって。謝る必要なんかねえさ。そっか。まあとにかく俺が言いたかったのは若き日の真淵には才能があったってことでね。俺も総帥になった時そこを見込んで真淵には右腕になってくれって言ったし。は？なんだよ。
それじゃお前があいつに力をつけさせちまった張本人か。ああなるほど確かにそうなるね。のんきに笑ってんじゃないよ。でもあの頃のマブチはそれくらい魅力的な人間だったんだよ。今みたいに裏でうじうじやるような感じじゃなかったんだ。俺もあいつに惹かれてて。どんなところに。若い頃のマブチにはこうなんていうかさ、向上心みたいなのがすごくあったんだよ。のし上がってやるっていう気持ちが溢れてて、それを叶えるだけの才能もあって、俺にはないものをあいつは持ってた。だから惹かれたのかもしれないね。そう、ちょうど春日君みたいな感じかな。よくよく考えたら結構似てるかも。おいおい、やめてくれよ。で、そんな魅力的なマブチが変わっちまったのは何でなんだい。今思えばあいつが幹部になったのがきっかけかもしれない。幹部になってからあいつは同年代で格上の俺に露骨に立てつくようになっていった。生まれだけで総帥を継いで弱腰の協調路線を続ける俺が気に食わなかったんだろうね。マブチはイケイケタイプだし、どう考えても俺って存在は邪魔だしうざいよね。ならいつかマブチは裏切るかもしれねえって超も思ってたんじゃねえのか。いや俺はそんなに。なんだかんだあいつのことを信じてたのかもしれない。でも親父や子さんの幹部たちはマブチをよく思ってなかった。あいつはきっといつか裏切るから早めに消した方がいい、そう言ってマブチを消そうと動いたんだ。それでどうなったんだ。俺が必死に止めたよ。前にも言ったと思うけど、俺は内輪で殺し合うなんてバカバカしいと思ってる。しかも組織はこの先老人たちじゃなくて俺とマブチで背負ってこうって時期じゃん。マブチみたいな人間を潰すってことは未来を潰すってことにもつながる。だから反対した。なかなか老人たちも納得してくれなくてね。土下座したのは人生であれが最初で最後さ。マブチのためにそこまで。自分を嫌ってる人間のためにどうして。マブチは確かに癖もあるし悪いところも山ほどある。嫌なやつだしに。だけど俺にはない熱もあるし才能もある。それに何より俺はあいつを仲間だと思ってた。仲間を殺したくない、守りたいって思うのは当然でしょ。そうだな。すまない、野暮なこと聞いたぜ。春日君が野暮なこと聞くのはいつものことさ。気にすることないよ。だけどよ、なんか俺嬉しいぜ。何が。趙が意外と熱い人間だってことを知れてさ。俺が熱い。ああ、正直いつものらりくらりかわされるから本当の趙ってどんなやつかつかみきれてない気がしてた。でもこうやって酒を飲みながら向き合って趙がどんなやつなのか改めて分かった気がするぜ。なんだかんだで仲間思いの熱いやつ、俺が好きなタイプの人間さ面と向かってそれ言われると恥ずかしいね顔が赤いぜ。照れてんのか。酔ってるんだよ。もう一杯飲もうかああ、仲間思いの超先輩に乾杯乾杯。選挙とは民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は昨
殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず、この神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に他ならない。これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦は久米サイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え？久米が春日さんとの握手に応じなければならないのは、あくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。そこで久米はあなたを悪役に仕立てて、その条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。お集まりの皆様、私がただいま招待に預かりました春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し。あれが人殺しなの。あいつが立候補、やばくね。人殺しだったよ、人殺し。いや、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください、あのふざけた態度。あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあるんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きな久米ちゃんよ。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいな。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはその、じゃあその矛盾の判断は個々の判断でってか。そう、それです。だからそれがグレーゾーンだっつーの。久米さんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でもあいつらお天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけど、もっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて、人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえのか。久米さんよ、春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を手術する。私もだよ、一番。俺もだ。春日に投票するぞ。頑張れよ一番、応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。
久米なんかに負けんじゃねえぞ。久米さん、俺はあんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから、一つ握手でもしようや。撤収！撤収だ！おい待てって。おい、ちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください、久米さん。こうして突発的に始まった論戦は、有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。前科あり、元極道という異例の春日候補は早速 SNS を中心に話題となっております。役に立たない奴らばかりだ。久米といい、お前といい、こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、報告ってのは。新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが、会長にでもなったつもりか。いえ、お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか。はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよな。うん。なあ、なあ、おい、ちょっと。
茶しねえぞ。俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。よし、やるぞ。してみる。よし、見てなさい。おいた。どうするかね。ほら。お？よし、行くぞ。よし、行く。よし、まだ久米は俺らに気づいてねえ。무슨 일이지? 뭐라고? 나니토소! 요로시쿠 오네가이시마스! 요로시쿠 오네가이시마스! 나니토소 요로... 요! 카스가다! 카스가 고호가 기다리소! 카메라 마세! 론센다! 기노노 론센노 쓰즈키데스카! 카스가 고호! 에야! 기노와 쿠메산노 아게아시오 토떼 스마니도 못되나? 쿄와 와카이오 시니키탄다! 若いの必要など マスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙か、お邪魔しますね。はいはい、こっから先はちょっと勘弁してくださいね。春日さん、どうした。星野会長の命が狙われています。はっ、今日青龍会に襲撃があると小見重へ闇情報が入ったんです。的は星野会長、孫妃も青龍会に異変があるようだと言っています。会長が狙われてる。久米も青木亮も今は後回しにすべきかと。また来るぜ。青龍会でトラブルだ。急ぎらしい。え？おい、なんだよ。久米はもういいのかよ。いらっしゃいませ。いた。ごちそうさまでした。ありがとうございました。また来るぜ。楽しかった。じゃあな。またね。
ほら、上がってこいよ。これで、ぶっ壊してやる。ほら、やるぜ。よし、来た。あ？やってみろ。やめないでくれ。とっておき。あっ、熱い。さあ、覚悟しな。見てなさい。誰に当たるかな。いい調子だな。ほら、来いよ。ぶっ飛ばしてやる。なめんなよ。さて、やんのか。やってやる。シャンパンが入りました。じゃあ、ぶっ飛ばすぜ。やってやるぞ。とっておき、一丁運試し。ガンガンいっちゃうぜ。ぶち壊せ。新品だろ。やるぞ。ほら、来いよ。今のうちだぞ。もらった。ほら、やるぜ。よっしゃ、やめるな。やってやるぞ。ほら、来いよ。逃げるなら今のうちだよ。やってみろ。しびれる。やんのか。見てろよ。支えてくれよ。やんのか。元通りだ。行くぞ。やめるなよ。とっておき。気分さっぱりだ。やってやるぞ。ほら、君
かわし上に敬意を払わんか。やってやるぞ。余裕余裕。クロエ、これでガッと。よし、来た。かかってこいよ。待ち構えぜ。してみろ。ほら、やるぜ。待ち構えぜ。クロエ、舐めないで。クロエ、待て待て。俺やるぞ。絶対負けない。やってやろう。おめでとう。行くぞ。案外いっちゃうぜ。とっておき。守るべきものを守る。来いよ。よっしゃ、やるのか。うん、バリバリ行くよ。見てなさい。誰ほら来いよ。キャッキャッハ、いい調子だ。行くぜ。今のうちだと。ボトル入りました。クロエ、これで。なめるのか。クロエ、ほら来いよ。あるぞ。何も。お前らにさ。ほらやるぜ。やめんな。とっておきだ。やってやるぞ。さあ覚悟しな。行ってみろ。手置き。神のみぞ。逃げるなら今のうちだ。やるぞ。やってやろう。ほら来いよ。上に来るな。やってやるぞ。ガンガン行っちゃうぜ。してみろ。絶対負けない。取っておき。知らずだぞ。しゃあ、俺の番。逃げるなら今のうちだぞ。見せてやるよ。こいつを。やんのか。バリバリ行くよ。ほら来いよ。いい調子だ。行くぞ。俺の番だな。上がってこいよ。取っておきだ。よし、来た。じゃあよ、してみろ。支えてくれよ。やる気あるの？逃げるなら今のうちだぞ。なめんなよ。見てなさい。上がってこいよ。おっとくね。どうするかね。なめないでくれ。やってみろ。これでやってみろ。これで。よし、行くぞ。やってやるぞ。俺の前ね。とっておき。エンドレイス。ほら来いよ。やんのか。デイク、クロエ、クロエ、ダメんなよ。やってみろ。俺の番か。やる気あるの。行くぞ。俺の番だな。ほら、おい、来た。見てろよ。やるか。支えてくれよ。くせえ。これで。くぞ。クロエ。どうするかね。逃げるなら今のうちだ。絶対負けない。来いよ。やるか。
私にお任せ。よし、行くぞ。かかってこいよ。痛い目に合わせますよ。うん、俺の番ね。しびれぬ。とっておき。さあさあ、じゃあこうしてみろ。これで。さて。ありがとうね。また来るぜ。また来るぜ。楽しかった。やだ。高部の頭、カスが撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人。親父のとこに向かった。親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。来よったのう、カスが。近江連合会長は、そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと、てめえらざけんじゃねえ。
40を叩き直すないでねえぞ。立て直さねえと。ああ、俺だ。なにかまっせ。いつだって遅えんだ。使いに行かせてもしのぎに行かせても。なんで星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったってあんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何一番。なんてな。この選挙区は若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談言うな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った。若はな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を。ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上
やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。白黒つけようぜ。一。くそ、なんか持ち出しやがって。何恐れることはねえさ。だってお前前回戦った時勝てたんだろ。そうだけど、多分勝てたのは運が良かったからだ。それか向こうが手を抜いてたんだろ。それに沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだ。刀なんて得意中の得意だぜ。なるほど。いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。ねえ、殺しの荒川組の若頭だ。ヤバそうな気配がしたら無理して突っかかるなよ。了解。俺の番ね。見てろよ。守るべきものを守る。バリバリ行くよ。見てなさい。あっちから。してみろ。ほらやるぜ。かまっすぜ。あれ負けない。おいおい、その程度かよ。おめでとう。やってみろ。おいおい、その程度かよ。ぶっ飛ばしてやる。さあ覚悟しな。とっておき一丁運試し。やんのか。よし来た。ほら来いよ。舐めないでくれる。やってみろ。強気。応急手当てだ。ありがとう。ちょっとしんどいな。さて、やってやるぞ。よっしゃ。道連れだ。この程度かよ。なめんなよ。やってやる。ボトル入りました。逃げるなら今のうちだ。ぶっ飛ばしてやる。ザコ。立て直さねえと。ぶっ飛ばすぜ。ああしんど。見てろよ。直してやるからな。ダンキュー。やんのか。
程度だ。ちょっとしんどいな。調子悪い。とっておき。やってみろ。やるか。やるか。ザコが。なんだあの妙な技は。あれは西洋の杖術だ。想像してたよりも段違いの迫力だけどな。想像？なんでそんなの知ってんだ。俺最初に傘を持って戦っていたろ。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。あれと今頭がやったのが同じ武術なのか。まあ俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったことが理解できたよ。本物ってことか。頭はどんだけの武術を身につけてんだ。それをこれから解くと味わうんじゃないかね。はあ、嫌だな。誰に当たるかな。逃げるなら今のうちだぞ。
やるぞ、ザコが。舐めないでくれる？これでやるか。俺の番か。やってやろう。逃げるなら今のうちだぞ。おめでとう。おいさ、見てろよ。舐めるな。守るべきものを守る。やってやるぞ。様子がおかしい。そうね、折れた刃物を直に握ってるし。構えにも聞き迫るものがあるな。いよいよ頭の本気中の本気ってことだね。みんな気をつけてくれよ。やめんなよ。よし、一発
邪魔ね。ほら来いよ、やってみろ。応急手当だ。大輝、私の番ね、見てなさい。あっしゃれ、俺の番だな。よっしゃ、行く。逃げるなら今のうちだぞ。どうするかね。なめないで。ハッピーバースデー。してみろ。おい、来た。雑魚が。絶対負けない。よっしゃ、死にようかな。よっしゃ、テンションが、カシラ、何やってんだよ、あんた。俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても荒川のおやっさんを、おやっさんを殺すなってこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目障りで若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭も親さんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか。俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺の崖をはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは
見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから、地獄に落ちちゃうね、私たち。絶対に。今さらなんだよ。俺はもう全部忘れた。いやー、寒い。早く帰ろうぜ。やっぱり私、戻る。ふざけんな、もういいだろ。忘れろよ。やだよ、戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。くそ。ラッキー、あいつだけ。あの人、なんで、なんであそこを開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいたの？でもなんで？ほれ、ほれ、ここ。でも。よかったんじゃねえか。え、いいんだよ、あとあいつが面倒見てくれるって。なんだか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。おいおい、大丈夫か？しっかりしろ。どけ。じゃあ、おやっさんは、あんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若は、あんたの息子。お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。ああの男は確か、うん、あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは、町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。
ろせ、マサト。なんで？なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに、僕だけなんで？その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持ってくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと？何ですか。さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか。肝心なとこ。親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこにいた。そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな。あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。え？どけ！騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち、
何してるの？わかんねえ。まさかこれか。いいね。あ、言いました。店長、いました。ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘。赤ちゃんがもう一人。どうすんです、警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。あかねちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違え。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。清流会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも。なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと。頭、大家さんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰が大家さんを。確証はねえが頭補佐の石尾だかもな。奴が今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ、あの野郎が親父さんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。
그거 믿을 만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. 누구다? 星野会長が狙われていると、そう教えてくれた匿名の垂れ込みですが、ネタ元はどうも沢城本人だったようです。何？なんで沢城が自分からバラしたんだ？つまり沢城は星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え？彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。が、あなたに直接それを伝えれば、はっきり青木亮を裏切ることになる。ですから、匿名で情報を流し、星野会長が殺される前に、あなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも、私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ。あんたは。頭。